ウルティモは、イタリアのラツヨ州ローマ県ローマ生まれのアイドル、ポップシンガー、ラッパー、シンガーソングライター。サンレモ音楽祭の2018年の新人部門で優勝、2019年での2位入賞等で知られている。1996年1月27日、ローマのサンバシリオ地区に土木技師の父とエネルの社員であった母のもとに、3人目の息子として生まれる。 8歳まで、サンタチチーリア音楽院で、ピアノと作曲を学ぶ。2010年に14歳で、音楽学校に通い始め、そこで歌とピアノを学び、作曲も始める。その後、ローマの音楽スタジオメロディースタジオレコーディングでの制作も開始し、2013年、ソングコンテスト第3回、ウナボーチェパイルシュットで入賞する。音楽のプロへの道を志し、 2012年と2014年に、アミーチディ、マリアデ、フィリッピや、X ファクターに応募するも、不合格となる。2016年5月28日、ミラノの独立系レコード会社、ホニロレーベルが推進する、ヒップホップミュージックコンペティション、ワンショットゲームに参加。その際に初めてステージ名、ウルティモを使用し優勝し、レコード会社からプロデュースを受けることとなった。 2017年3月10日にシングルキーでデビュー。デビュー後は5月26日、後に進行を深めるファブリツヨモロのローマのパラロットマティカでのコンサートへの参加。7月8日、ローマのテスタッチョ市場でのパフォーマンス。9月16日、マクロで開催されたホニロレーベルパーティーにてパフォーマンスを行った。10月6日、デビューアルバムピアネッチがリリースされ、 同時に同名のシングルもリリースし iTunes チャートの任意を記録する。アルバムはプラチナ認定を受けるヒットとなった。2018年2月、サンレモ音楽祭2018に参加、新人部門でイルバロデッテ・インサーテッツェを歌い、ルネツヤ賞を受賞した。大会開催時期にリリースされたアルバム、ピーター・パンはイタリアチャートで1位を記録し、プラチナ認定を受けた。 2019年2月、サンレモ音楽祭2019に参加、マフムードに次いで2位となる。イタリア人の視聴者投票率が48.8%と、最も高かったものの、審査員の投票率が低かったことから優勝を逃したという世論が生まれ、移民問題も含めた議論が起きた。2019年5月にリリースしたアルバム、コルパデレファボーレも前作に続き1位を獲得。 インパラのヨーロピアン・インディペンデント・アルバム・オブ・ザ・イヤーアワードにノミネートされた。ありがとうございます。